はい、毎日学習館林です。工学者の向子です。よろしくお願いします。今日は平成19年度の東京大学工学部推薦入試ってことをやっていければなと思います。よろしくお願いします。それで東京大学工学部推薦入試ってことをやっていければなと思うんですけど、平成29年度ちょっと読んでいきます。ルネサンス期にヨーロッパに大きな社会的変革をもたらした、火薬羅針盤活版印刷術は三大発明と呼ばれている。なぜ三大発明と呼ばれているかを簡単に考察した後、2050年頃までに期待する、3つの、技術革新を挙げ、それらの相乗効果をもたらす社会的変革を説明せよというふうに書いています。で、ここの部分に関して結構2050年までに期待できるのは3つの技術革新ということでさ、5G なんていうのは本当一過性のものだと思うんですよね。その要は3G、4G、5G みたいな感じでこう増えてるわけだから、その一過性の進化かなと思ってて、なんだけど、情報容量の急拡大とかっていうのは言えるかなっていうふうに思うんですけど、あとは、情報容量の急拡大っていう話があったりとか、あとはそうですね、情報容量の急拡大の他に多分言えることがあるとすると、機械学習、AI、それもだから、今多分画像とか動画とかっていうものに関してこう分析が進んでるけど、あとは多分自然言語、その普通日本語でもタイ語でも英語でも何でもそうなんだけど、それ自然言語の処理とか字幕がつけれるようになるとか、どういう文章か把握できるようになるとか処理できるようになるとかっていうのはまたできてくると思うし、あとは3つ思いつかないな、あと1つぐらいなんかね、情報容量の急拡大と、あと機械学習と、なんかあるかな。バイオテクノロジーは大きく変わるだろうなっていうふうに思いますからね。いわゆる生物とか生態とかそういったものの捉え方とか、その操作の仕方とか、薬とかも今だとなんかこう、割とその人の体型に応じてとかじゃなくて、体型っていうか、体重とかに応じて薬の量を変えるってなるけど、なんか例えばその人の遺伝子情報に応じて薬をオーダーメイドするとかってことはないじゃないですかね。けど、そういうことがこれからだんだん出てくるのかなとか、そういうのはすごいこう、今考えている部分としてはあって、で、こう、そういうものはこれから非常にこう、拡大してくるのかなっていうふうに思ったりはするんですね。だからそういう部分だったりとか、あとなんか自分なりにこう、考えつく部分とかってありますか？ファッションの特徴とか。三大発明とまで言えるかどうかわかんないけど、技術革新っていうところで言うとね。ファッションは、その文脈の一つなんでしょうね。技術革新っていうところで言うと、オーダーメイド化っていうふうに言っていいのかどうかわかんないけど、遺伝子情報とかも含めて、そういう情報がこう、入ってって、それに関してオーダーメイド化していくってのはあるでしょう。情報容量の拡大とかっていうと、遺伝子情報は同じ話かもしれないから、どこまでの範囲としてそれを捉えればいいかっていうのは難しい部分ではあると思うんだけど、情報容量の急拡大、あとは機械学習の進展、あとはオーダーメイド化っていうのは、その技術革新としてはあるとは思うんですね。で、それらの相乗効果をもたらした社会的変革は何か、情報容量急拡大しますよ、機械学習でこう処理できる範囲が広くなりますよ、でそこからオーダーメイド化されていきますよってところで言うと、その薬にしても服にしても何にしてもそうだと思うんだけど、こうレディメイドのもの、既製品ではなくて、こう一人一人に合ったものが提供されるようになるってことはおそらく言えるのかなと思ってて、その大量生産、大量消費によって何かこうその効率を上げていくっていうふうな考え方ではなくて、よりこう個別化みたいなものがこう進んでいくのかなっていうふうには思うんですね。その一人一人に合ったものを提供していこう。で、そうでありつつも、その高い付加価値っていうのをちゃんとこう維持できるようにしていこうっていうのが、多分流れとしてはすごく出てくるのかなって思っていて、そこがこうどこまで把握できるかっていうところが、多分考え方としては結構重要なのかなっていうふうに思ったりする部分ではありますね。なんかこうそういう流れの中で自分なりに注目してるテーマとかってありますか？基本的に自分の中でなんですけど、コスメ。化粧品は確かに大きいね。コスメは確かにすごいこう課題が大きい分野なので、やっぱり実際普段コスメとか使ってて、なんか自分なりにこう課題感じたりする部分って多いですか？いや、多いですよ。肌弱いんで、やっぱなんか多分合わない化粧品とか、リップが特に多いですね。リップは女の子の中でもめちゃくちゃ
話題になってて、うんうん、最近はオーダーメイドのリップとか、まあ、色はあるんですけど、うんうん、なかなかそのなんて言うんだろうそのなんかえなんて言うんだろう、うん、そのうまくやることはできないけどね、うん、なるほどね。それは確かにまああるかもしれないね、うん、そういうところのオーダーメイド化っていうのは結構加速していくかなっていうところだったりとかっていう話ですね。成分とか、うん、それもあるでしょうね。だからこう何て言うんだろう、ある意味例えばさ学校教育とかもそうだけど、こうその何て言うんだろう、例えば40人だったらその40人でこう並べられて一斉に同じ授業を受けてっていう中で、こう人間のこう人間性みたいなものがこう蹂躙されたりとかする部分っていうのは、うん、すごくこうあったと思うんだけど、それがこう何て言うんだろう、これからの、こう、その、社会だと、そういうふうな感じではなくなってくるのかなっていうのは、すごく思っていて、そこはやっぱすごい大事ですよね。うん。そこは、まあ、結構、話としては出てくる部分としてはあるのかなって思って、まあ、その、なんて言うんだろう、まあ、あんまりさ、普段さ、生きてたら、こう、そんなにさ、こう、自分自身で感じないし、あるいは、こう、感じることすら忘れようとしてる部分とかもあるけど、やっぱりこうその全ての人、まあ、かなりこう多くの人にこう既製品がこうバッと与えられてることによって、こうなんて言うんだろう、不便だったりとか自分自身の自由とかが侵害されてる部分って実はすごくあって、でそういったものを、その人間のこう人間性みたいなものを蹂躙していくものからこうそのそう解放されようみたいなこうその動きっていうのは、やっぱり これからの社会の中ですごい出てくるのかなっていうふうに思うんですね。その技術革新っていう部分で、まあ今は残念ながら世の中の形ってなかなかこうその政治とかはそういうふうになってないけど、まあ、少なくともその技術革新っていう部分においては、まあ、そういうふうになるように考えていこうっていうのはこれからすごくこう出てくる考え方としてはあるのかなと思ってて、まあ、そこっていうのはすごい大事ですよね。考え方として、うん、だからそういったところが見えてくるとだいぶ違うのかなと思うので、ちょっとそういったところでこうあれですね、まあ書いてみたら割とこういうその小論文課題とかも多分今ぐらいのことまで書けてれば全然普通に差別化できると思うので、まあ、その差別化って意味で言ってもそんなに問題ないと思うし、それをこうやってみるっていうのは多分考え方としてはすごいと思いますね。うん、なのでちょっとそういう形で書いてみてください。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では LINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE のアドレスがありますので、ぜひですね気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。